らっしゃいませ。好きだよ。まずは肌色で首を描いていきます。で、浴衣にしたい人はこうやって描いてこうなってください。そして首の部分はグレーで塗るといいですね。何部分？影。うん。そしたら次はそれの部分ですね。それは何色でもいいです。それも何色でも、こうやってフリットって感じでもできます。で、こうやったらお姫様みたいにできます。色は何色でもいいので、そして靴はサンダルかゾーリーだと似合います。今回はサンダルにしようと思います。こうやったらサンダルに塗ります。完成です。できました。これはどこ？ここでよ。で、どこ？あ、手はここにある。ちょっと背中目です。あの、ペリってページ取りなよ。そうだね。こういうロットの人はこうやって書き、こうやって切り取ってください。はい。この中もいりませんね。ちょっと白いところを残すといいですね。反対側からも、反対側からこうやってまた同じように切っていきます。こうやって4ほど切れたら今度上から切ります。上横からこういう風に切っていきます。見てくれてありがとう。